公民カレッジ北海道学大学インターネット講座今回は持続可能な森づくりその先に見えるものとはというテーマで北海道大学大学院農学研究員柿沢博明教授にお話を伺いますどうぞよろしくお願いいたします柿沢先生のご紹介をいたします先生は神奈川県横浜市ご出身です 北海道大学へ進学され1984年に助手として採用1995年から1年間ワシントン大学森林資源学部客員研究員をされた後2005年から北海道大学森林政策学研究室教授としてご活躍されています専門は森林政策学森林社会学ですでは早速ですが 先生のご専門である森林政策学、森林社会学について教えてください。はい、えー。私が専門とする分野は森林そのものというよりは、森林と社会との関係について扱っています。で、持続的な森林管理を支えるための社会の在り方ですとか、制度、政策、あるいは森林の恵みを生かして地域がどうやって豊かになるか、そういった社会との関係づくりを研究しています。 生態系の保全を基礎とした森林管理などが入るのでしょうか、はいえー、っと持続的な森林管理を、えー、っとするというのが、やはり、えー、っと地域が、えー、森林を活用する基礎になりますので、そういった持続的な森林管理をどうやって保障するのかということも、私たちの、えー、分野に入っています先生は、山や自然が好きだったことから、北海道大学へ進学されたというふうに聞いています。はいえー、北海道の 森林たくさんありますけれども、はい、えどのような特徴があるのか教えてください、はいえー、この写真を見ていただきたいんですけれども北海道には、えー、人工林そして天然林という2つの種類の森林がありますもともとは豊富な、えー、天然林によって北海道の森林が覆われていましたが、えー、こういった森林は高度経済成長期の中で、えー、過剰利用されて今劣化をしてきているような状況です またそれから天然林を伐採をしてそれから人間が木材生産として使いやすいような人工林を現在育ててきているというような状況になっています。でそれからこのグラフを見ていただきたいんですけれどもこれは人工林天然林の蓄積の推移を見たものなんですけれどもこの蓄積というのは私たちの分野では森林にある木材の量を示す言葉として使われてきていますが。 この人工林にあるこの木材の量というのが急速にこう増えてきていますこういったことから現在では戦後に造成されてきた人工林をえと対象として生産を行っているということがえになっています。 でもう一つこの、えー、北海道の伐採量に占める人工林材の割合の推移というグラフを見ていただきたいんですけれどもこれを見ますと、まあえー、天然林をかつては切っていたんですけれども現在はほとんど人工林を対象として、えー、生産活動がされているということがわかると思いますで。こういった現在ある、えー、と生産の主要な対象になっている人工林の主な樹種っていうのはカラマ松それからトド松になっています。 北海道には様々な森林あることまたその状況がよくわかりました、うん、それではここからは利用の中心である人工林に絞って話を進めたいと思います多くの資源があっても林業の不振や働く人の高齢化など様々な問題があるようですね、はいえー、まあ木材価格がえと定位でえあるというようなこともあってまあ、林業採算が非常に悪化をしてきているような状況になっています でそのために、えー、森林所有者がが意欲なななかなか湧かない状況にあります例えばこのグラフ表は森林所有者の経営収支を、まあ、林野町の統計から見たものなんですけれども北海道の場合は、まあ、林業にかかる費用というものが、えー、収益を大きく上回るような状況にあって、まあ、所有者がなかなかこう経営に一生懸命なれないような状況になっています。それからもう一つこの所有森林の林経営動向 というグラフを見ていただきたいんですけれども、これは私たちの研究室と同調が一緒にまと、あ、か地方のある市町村をあのー、対象としたアンケート調査の結果なんですけれども、まあ、これを見ますと。とまあ、約4割ぐらいの方々がま今後やる気がなくてまあ、放置あるいはその売却をしたいという風な状況になっています。まあ、こうやって森林所有者がなかなかやる気が喪失をしているだけではなくて、まあ実際でその森林。 林業のの現場で働く人たちの条件もあまり良くないような状況が続いていてますこれこのもう一つこの林業労働者と年齢別割合の推移というグラフを見ていただきたいんですけれどもこれを見ますと多少状況は改善はされているんですけれども依然として例えば60歳以上の高齢者の比率が非常に高いというようなことがあって、まあ、現場での高齢化が進んできています。でこううういいったたような人たちっていうのは あの労働条件も必ずしも良くなく、また、労働災害も多発しているような状況で、まあ、こういった林業労働者の方々の状況、あるいは森林所有者の方々の状況を考えると、持続的な森林管理を支える基盤が大きく揺らいでいるのが現状というふうに言えると思います何か課題を解決するための手段はないのでしょうか、はいえー、とまずやっぱり一つには、えー、と効率化をして、森林所有者に還元をできることを保障するということが大事になってきています。 でそのためには、えー、この図をご覧にいただければと思うんですけれども、まあ、北海道だけではなくて日本の,その森林所有者の方々っていうのは小規模の方々が多くて、えー、小規模の方々の一人一人をベースにして森林業の、えー、と作業なんかをしていきますと非常に非効率的になってしまいます。 でそこで森林所有者の方をいろいろと集めてきてでそこに道路を整備をすることによって林業作業を効率化をさせコストを低下をさせていくことが重要でこれが現在日本北海道の中でこう取り組まれてきていることです。 でさらには、えー、この写真を見ていただきたいんですけれどもあの効率的な林業機械高性能の林業機械を入れることで、えー、とコストを低下をさせるということを進めて、えー、できるだけ森林所有者の方々にあの入る、えー、と収益っていうの上がる上がるようにするっていうことがまず第一になってくると思います。それれから第二は、えーまあ、こういって生産をさききた材の行き場所がないとあのなんで、えー 林業収益所有者の収益というのは確保できないということがあります。でそこととが重要と思いますでこの図を見ていただきたいんですけれどもこれは、まあ、森林の循環を作ることの重要性を示したものなんですけれども。 まあ森林は、えー、植えて育ててでそれを切って利用するということが大事で,で切った後にそれをまた、えー、植えて育てるというそういった循環を進めることが、えー、できますただそこのところで、えー、と利用するということがないとこの循環がうまくいかないので積極的にこの動産材を、えー、活用していくという仕組みを作ることが大事だというふうに思います。と、 まず思い浮かぶのは住宅ですが、はい、どのように進めていけば良いのでしょうか。はい、えー。カスケードリオという言葉を聞いたことがあるでしょうか、えー。言葉は聞いたことはありますが、内容まではよくわかりません。はい、えー。ではそれではこの図を、えー、用いて説明をしたいと思います。で、あのー、まあ森林を伐採をすると非常に良い材からあ,あまり良くない材までえっ、ー、とさまざまな好材が出てきています。 でそれを特性に合わせて活用するということが大事で、えー、例えば、まあ、いい材であればその加工施設から、えー、建築用材などの形で製品で、えー、と加工することが大事ですでところがいろいろ伐採の中ではあまり、えー、とこういった、えー、いい製品として活用できないような材というのもたくさん出てきますまたそれからこの加工施設で、えー、製材なんかをする場合に、えー、どうしても破材なんかが出てきます そういったこう使えない材ということのものを例えば紙パルプですとかあるいはバイオマスの利用ですとかそういった利用で活用していく。 まあえー、良い木材を高い価格が期待できるような建築材に活用して品質の悪い木材はバイオマスなど木材の品質特性に合わせて利用していくことが非常に大事だと思います。はい、でカスケード利用の中ではやはり、えー、高い材を、えー、売れるあの建築材をどう利用していくかということが重要になってきますが、えー、じゃ北海道の中で、えー、住宅建築で北海道産材がどういうふうに使われているのかということをちょっと見てみたいと思います。 でこの図は在来工法の,、えー、での建築の構造を示した図なんですけれども、まあ建築えー、在来工法の建築では、まあえー、土台ですとか柱だとか、えー、その構造をなす部分とそれから、まあ、それを、えー、支える、えー、細かい材あまり強度がいらない材と2つの部分からなってきています。でえーとまずその 強度品質が要求されるようなところから見ていきたいんですけれども、えっ、ー、とこの図はえっ、ー、とその強度品質が要求される部材のえっ、ー、と状況を示したものです。でここではえっ、ー、とそれぞれの部材ごとにえっ、ー、と主に使われている材とそれから括弧の中には、えー、副次的に使われている材が、えー、示しています。ここで見ますと土台ですとか柱ですとか張り桁といったまあ、住宅建築のえっ、ー、と主要な部分を成す材のほとんどが まあ北米ですとか、欧州から輸入された材でえっと建てられているということがわかります。で、動産材が使われている部分というのは、必ずしも多くないのが今の現状です。それからもう一つ、次のえっ、ー、との図は、品質強度があまり要求されない、えー、材部材について見たものなんですけれども、これについては、例えば間柱といって、 まあ柱と柱の間で壁を支えるようなええしょえっと小さいええ材についてはまあトドマツが多少活用されているというような状況になっています。でそういったことでまあ北海道にはたくさん木材があるんですけれども実はそれが一番あの高くええ 有効に活用できる建築材の部分で有効に活用されていないという状況があって、まあ、こういった分野の需要をか、えー、きちんと確保していくということが重要になってくるというふうに思いますそれからもう一つ、まあ、最近、えー、木質バイオマスエネルギーが今まで使うすべもなかったような木材を活用できるということでこ注目を集めてきています。 これまで、えー、と化石燃料を利用していったような暖房ですとか給湯あるいはその発電なんかをこう木材で代替することができます。で、えーとまあ、この,あの木質バイオマスエネルギーというとまあ、薪というのが一番イメージしやすいと思いますけれどもその他にも現在いろいろな形の木質バイオマスの活用が進んでいます。 でこの図を見ていただきたいんですけれどもこれはバイオマス燃料の形態を示したものになっていますでこの薪きっていうのがまあ今まで昔からながらに使われてきたもので、まあ、一番扱いやすい、えー、形ですけれどもそれから最近ではチップといってあの木材を細く砕いてこれをボイラーで活用するというようなやり方も、えー、と出てきていますそれからもう一つ、えー 木材を細かく粉、えー、の上にしてそれを圧縮成形をしてペレットというような形での燃料を、えー、と作るということもやられています。で、えー、とそれぞれにやはり特徴があって、えー、とそれぞれに合わせた、えー、利用をするということが、えー、と重要になってきておりまして例えばこの写真は、えー、と先ほどお話したチップを、えー、活用する、えー、とボイラーです。 これは比較的大規模な施設に暖房だとかお湯を供給するようなボイラーでここういいったところはチップを活用していますそれからもう一つこの写真は家庭用のペレットストーブの写真なんですけれどもこれはペレットっていうのが普通の化石燃料と同じような形で燃料供給ができるということで家庭用のストーブにも あの有効に活用できるということでこういった家庭用ストーブなんかにはこういうペレットという燃料が使われてきていますですのでこういった同じバイオマスと言ってもま燃料の形態によっていろいろな用途に対応することができるようになってきています木質バイオマスについては分かりましたがそれぞれ活用することでどのようなメリットがあるのでしょうか、はいえー、一つはま木質バイオマスを活用することで まあかえー、温暖化ガスの、えー、排出を抑制することができる削減することができるということです。で木質バイオマスというのは、まあ、バイオマスを活用した時には、えー、二酸化炭素が出るんですけれども再生可能なエネルギー、えー、なのでもう一回その森林を再生すればその、えー、二酸化炭素とを吸収することができます。そういった面でで、えー、木質バイオマスを活用することで、えー 温暖化ガスの削減に貢献することができるということがまず一つ目ですそれからもう一つは、えー、この化石燃料地域資源を有効に活用することで、えー、とまあ地域資源の有効活用につなげるということができますで、えー、とこの図を見ていただきたいんですけれどもこれは自然エネルギー研究センターの相川さんという方が、えー、試算したものなんですけれどもまあ北海道の中では、えー、暖房でたくさんの灯油を使っています えっとそういった家庭における灯油の使用量というのはまあ一年間でな数千億にも上るというふうに言われています。で、こうしたえっ、ー、と灯油に使われたお金っていうのはかなりの部分っていうのが最終的にはこう国外に流れ出してしまっています。で、ところがこういった、えー、化石エネルギーを木質バイマスにまあ、地域で生産される木質バイマスに、えー、転換することで地域の資源を有効活用し 地域にお金を循環させることができで地域の活性化を、えー、につなげることができます環境に優しいだけではなく経済循環にも一役買うことができるわけですね、はいはい、しかし建築材は外材、燃料は灯油が利用されている中で利用の開拓は難しいのではないでしょうか、はい なかなかその一般消費者の方々に、えー、動産材の利用の重要性ですとか木材バイオマスの重要性を認識してもらうというのはまたなかなか多分困難なことだと思いますただやはり最終的な消費者で、えー、といらっしゃいますよ消費者の方需要者の方々にこういったことを知っていただき、まあ、使っていただくということが重要になってくると思います、まあ、そういった点で、えー、今、えー、北海道庁ですとか市町村 あるいは林業林産業界のいろんな方々が、えー、こういった木材を動産材を有効活用できるようないろんなこう努力っていうのをこう進めてきています。で例えば、えー、これ、まあ、これ都内各地いろいろなところで買うあの努力をされているんですけれども、えー、と今日お見せする資料は。 あの道南の尻内町というところの事例なのですけれども、まあ、この尻内町では町、えー、それから森林組合それから民間事業体が共同で、まあ、持続的な森林管理をしそれを地域で有効に活用する仕組みを作ってきています。でまず木質バーマスについていますと、まあ、公設で、えー、先ほどもえとお話ししました木材チップを加工する施設を作り でそれをまずは、えーあのえー、町の施設、えー、役場ですとかあるいは、えー、あの公共様々な公共施設で暖房用として活用するというそういった努力をまずしてきています、まあ、こういったことを人、えー、問の方々に見せることで木質バイマス活用の重要性ということを知らせようというふうにしていますそれから、えー、もう一つ次の、えー、スライドは えー、実際にその木材を建築材として活用している例なんですけれどもまずは公共建築例えばここに出てる写真は、えー、町民プールの写真なんですけれどもこういった公共施設に、えー、地域材を活用することで地域の方々に地域材がこういう形であの建築材として利用できるんだよということをあの示すことができる。 でさらに、えー、この隣の写真は、えーまあ、超産材を使った住宅、移住者向け住宅の写真なんですけれども、こういった住宅を地域の工務店と人々と一緒に、まあ、建てることで、えーまあ、地域の住宅にもこういう、えー、あの地域産材が活用できるということを知り、さらにはこういった材が、えー、と地域で建てる住宅に活用できるような、そういった道を広こうとしてきています。道内でも さまざまな取り組みがされているんですね。はい、先ほどの建築材も含めて消費者が実情を知らないということは大きな問題の一つですね。はい、ところで木材を利用する際にその木材が持続的に管理されている森林から生産されているのかどうか消費者がわかる仕組みはあるのでしょうか。はい、えー。森林認証という仕組みをご存知でしょうか。森林認証ですか。はい。はい どのような仕組みでしょうかはい、えー、これは森林認証の、えー、仕組みを示したものなんですけれどもまあ、持続的な森林経営を行ってえっ、ー、とそこから出てきた生産物を消費者に選択的に購入してもらうというそういった仕組みになっていますで、持続的な森林管理を行い、えー、それの森林がちゃんと持続的に森林管理を行っているんだよということを第三者機関に認定をしてもらって でそこから出てきた材、えー、そこからの森林から生産された材に関して、えー、ここか、えー、ちゃんと持続的な森林から、えー、生産されたものだよというマークをつけて消費者に、えー、お渡しすることで、まあ、消費者にあの、えー、持続的な森林管理から出てきた、えー、生産物をお渡しするというそういった仕組みになっていますで例えばこれあの例を持ってきたんですけれども これ靴べらなんですけれども、ここにもあのこの心理認証の一つの仕組みである FSC という認証のマークがついているんですけれども、こういった形でマークをつけて、消費者にお届けするというような、そういった仕組みになっています。 道、えー、内でも、えー、とこういった森林認証を取得をして持続的な森林管理を、えー、達成をしでさらにはそれを活用して、えー、地域の活性化を図ろうとする地域というのがたくさん出てきています。で今日は網走、えー、西部地域の紋、えーま、別市を中心とした地域なんですけれどもそこの例をちょっとご紹介をしたいと思います。 でこのスライドを見ていただきたいんですけれども、まあ、この網走西部地域というのは日本で最大の、えー、と面積を誇る森林の認証の地域になっていますでここでは、えー、国有林同有林それから私有林が共同して、えー、と認証を取得をして持続的な森林管理を行いでさらに地域でここから出てきた材を活用して、まあ、地域の活性化を図るというような取り組みをしてきていますで 次のスライドを見ていただきたいんですけれども、まあ、ここに示したように、さまざ、あ、まな事業者の方々が、ここで出てきた、えー、と材を生かしてで、これは環境に優しい森林から、えー、出されてきているんだよという形で示しながら、あの消費者の方々にこう販売をする、あるいはそれを活用して、都市との交流を進める、そういったことをこう進めてきています。本日はは持続可能な森づくりそのの先に見えるものとは というテーマでお話を伺ってきました私たち消費者には持続可能な森を未来の子どもたちに残していくためにどのような関わりが必要とされているのでしょうか、はい、まず何よりもやはりその現在の森林ですとかあるいは林業の実態というのを知っていただくということが大事だと思います。 まあ、北海道は今、木育というふうに、えー、言ってるんですけれども、木の育てるって書いてるんですけれども、まあ、森林の教育ですとか、あるいは木材を活用する教育に一生懸命力を入れています。でそういったイベントが、えー、全土各地でいろいろと開かれていますので、まあ、そういったものを活用させていただくような形で、えー、ぜひその森、あるいはその林業のこと、あるいはその木材のことを知っていただきたいというふうに思います。 それから今日木材の活用、それから森林認証で、まあ、1つずつご事例をご紹介したんですけれども、この他にも道内にはたくさんの地域が、さまざまな形で、まあ、持続的な森林管理、それから木材を活用した地域の活性化に取り組んでいます。でやっぱりこういった努力をしている地域を応援するということが非常に,に大事になってくると思います。ですので、えー、ぜひ、えー、とそういった地域の活動を知り、応援をしていただければというふうに思います。 森や林業や様々な活動をしている地域についてまずは知ることから始めるのが第一歩になりそうですね、はい、柿沢先生、本日はどうもありがとうございましたありがとうございました